北上線は、岩手県北上市にある、北上駅と秋田県横手市にある、横手駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。北上駅湯田高原駅間が、森岡市社、黒沢駅横手駅間が、秋田市社の管轄であり、湯田高原駅、黒沢駅間に、支社協会がある。西横黒警弁線、東横黒警弁線として開業し、 1924年11月15日の全線開業の際に横黒線となった。横黒は横手と黒沢尻の頭文字を取ったものである。黒沢尻駅は1954年3月25日に北上駅に改称されたが横黒線が北上線に改称されたのは1966年10月20日であった。1962年には沿線で ユダダムが建設されるのに伴い、岩沢陸中川尻間の 15km ほどで、ルート変更を行っている。この際に、大荒沢駅のみは、信号状に変更となり、駅は廃止された。現在でも、急線の移行は、和賀仙人駅周辺や、ユダダムのダム湖である、近州湖の固定に残っており、近州湖の滑水器には、トンネルや、ロックシェットなどが、 湖面に現れることもある。現在は地域輸送が需要の中心となっているが、東北本線と大羽本線を結ぶ路線の中でも、線形が良く、陸東線や電化前の田沢湖線と異なり、D60 型や DD51 型といった大型機関車が入線できたことから、勾配区間の多い大羽本線の輸送力を補う目的で、 東北本線直通の貨物列車が運転されていた。ほか、東北新幹線開業前は、仙台や北間の最短ルートとして、広域輸送を担い、特急、青葉、急行、北上といった優等列車も運転されていた。また、東北新幹線開業後にも山形新幹線の工事が始まった1990年以降は、臨時や高級校、小川が東線を経由する形で、 上野秋田間に1994年まで運転され、秋田新幹線工事による田沢湖線運休時には特急、秋田リレー号が北上秋田間で運転されていた。災害や事故発生時などには、優等列車、特に夜行列車の迂回経路として用いられることも多く、過去には主として特急、明けぼに代表される、 大本線経由の列車が横定南の普通時に通過したほか、東北本線の全線電化前には、特急、白鶴、ユーズルといった東北本線経由の列車が当線に迂回したこともあった。秋田新幹線開業や山形新幹線の新庄延伸によって、仙山線や田沢湖線経由での直通迂回運転が不可能になる中で、東北本線と日本海側との数少ない、 連絡路線として使用されている。2011年8月10日から12日には、平成23年7月新潟、福島豪雨によって、運休となっていた、特急、明けぼのが、東北本線、北上線経由にて、迂回運転されている。小松川駅、平石駅、矢光駅を通年通過する、快速列車と、各駅に停車する普通列車が設定されている。 キハ100系機動車によるワンマン運転を行っている。快速列車は北上駅横定期間で下りが3本、上りが1本運転されている。2017年3月4日、ダイヤ改正での設定当初は下りが4本と上り2本で、そのうち上り1本は北上駅から東北本線一ノ関駅まで乗り入れていたが、2018年3月17日の ダイヤ改正で、早朝の下り一本が廃止、上り列車の東北本線直通運転も取りやめになった。さらに2020年3月14日のダイヤ改正で、昼の上り一本が普通列車化された。普通列車は、北上駅横停期間の列車が下り四本上り五本、北上駅ホットユダ駅間の列車が二往復、北上駅藤根駅間の列車が一往復運転されている。 岩手、秋田県際交流事業実行委員会の主催で2002年から2004年までの秋に蒸気機関車 D51498 県員で SL 禁集古号が運転された。また2006年にはビューコースターフーコを使用したトロッコ列車も運転された。 運転実績2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅は北上駅、ホットユダ駅、アイノノ駅、横手駅である。それ以外の駅は完全な無人駅のため集計対象から外されている。各年度の平均通過人員は以下の通り、我が軽弁軌道は1907年から1922年まで、 黒沢尻と千人の間で運行されていた、期間 762mm の軽便鉄道である。途中に、北鬼柳、江釣湖、大坊、野中、極屋敷、土堀、下村、鳥谷森及び、水卓の各停留所があった。天宮慶次郎が運営する千人鉱山、千人製鉄所の貨物運送を主な目的として開業した。開業当初は、 人が車両を押す人車鉄道であり、後に馬を動力とする馬車鉄道に変更された。軌道は主に平和街道上の平洋軌道であった。北上市立博物館に当時の有害者が生体保存されている。ありがとうございます。